プロマウンテンバイクライダーの永田純也です。今はマウンテンバイクのエンデューロレースっていうものをメインに、その海外のレースを、まあ、主戦場に戦ってます。でマウンテンバイクのエンデューロっていう競技は、自分で山を登ってで下りのタイムを競うっていうところが、まあ、レースになってるんですけど、本当にマウンテンバイクっていうものが、まあ、そもそも自分で山を登って下るっていうところから始まっているので、本当にこうマウンテンバイクの原点って言ってもこう過言じゃないような競技ですね。エンデューロの魅力っていうのは、やっぱ自分で登って下るっていうところで、まあ、本当自然とこう一体になって、まあ、自分の力だけでこう走り抜けるっていうのが一番の魅力かなと思ってます。他にもいろんなマウンテンバイクの競技ってあるんですけど、例えばそのダウンヒルっていう競技であれば、もう本当に下りだけのタイムを競うっていう競技もありますし、まあ、クロスカントリーっていう長い距離をまあ周回して、ずっと上りも下りもタイムを競うっていうところなんですけど、まあ、そのエンデューロっていうのは上りはまあタイムは決まってはいるんですけど、勝負にはなってなくて、まあ、下りのタイムを競うところで、上りのフィジカルも必要だし、まあ、その下りのテクニックも必要だし、本当に全てのマウンテンバイクの要因が必要になるっていうのが、まあ、すごい魅力的だなと思ってます。今日はエンデューロの、国内戦の開幕戦が富士見高原であって、これが開幕戦ということで、本当に日本のトップライダーから、趣味でレースやってる人までクラス分けされてて、まあ、いろんな人たちが出てる大会です、ね、今日200人ちょい出てるんですかね。マウンテンバイクエンデューロの、まあ、競技としてポイントになるっていうところは、日本のコースはやっぱ結構コンパクトで短いですけど、やっぱ海外のワールドシリーズ行くと本当に1日70キロとかやっぱ走んなきゃいけないので、まあ、そこでその走り抜くフィジカルっていうのはもう絶対的に必要で、まあ、あとエンデューロはまあステージレースなので、1日こうステージを3から5ステージやるんですけど、そのコースのトータルバランスを見極めながら、レースとして全部のステージをちゃんとまとめるっていうのが難しいですね。得意なコースだけ速くてもトータルのリザルトになるので、まあ、本当に全部をちゃんとこなす、まとめるスキルっていうのもすごい重要になります。まあ、各ステージのスタート時間が決まっているので、まあ、そこまでにつけばいいんですけど、まあ、それを本当に急いで行ってスタート前に休むっていうのも作戦ですし、まあ、本当に時間みっちり使ってスタート時間ギリギリにつくっていうのも作戦ですし、もうその時間はもう自分でいろいろコントロールしながら行かなきゃいけないっていうところで、その移動区間も見極めつつ、まあ距離と自分の今の速度と見ながら、今これぐらいだったらまだ間に合うなっていうのを計算しながらステージに向かって組み立てていくっていうところが重要になってきますね。日々の練習の中で、この時間あればこんだけ獲得標高登れるだろうっていうところも、こう練習の中から常に意識していかないと、なかなかそれもいきなり本番では分からないので、時間と、まあ、獲得標高っていうのは常に意識して乗ってますね。今回その G スクワットプロを使ってみて、一番こう、あ、いいなと思ったのは、どの時間にどれぐらい登ってたかっていうのが見れる。登った時間に対しての獲得標高みたいなのがこれ一目で見れるんですけど、自分の時間これぐらいでどれぐらい登ったかなっていうのがすぐに一目で分かるのがとてもいいです。それいつも感覚でしかないのが、その実際にグラフで出るんで、その下に経過時間と登った高さが出てるっていうところで、まあ、一目で分かりやすいっていうのが使いやすいです。自分も海外のエンデューロのレース出て一番足りないなと思ったのはやっぱりフィジカル面だったので、距離を走る免疫力だったりとか、まあ、その有酸素ってこうどれだけ疲れながらも集中力を保てるかっていうのもすごい重要になるので、まあ、そんな中でそのロードワークっていうのはすごい重要になってきて、まあ、それで今ロードバイクのトレーニングをすごい取り入れて練習してますね。
今回ロードバイクでも G スクワットプロ使ってみて、そのやっぱロードバイク乗る一つの醍醐味として走ったルートを見返すっていう、こんだけ自分今日走ったんだっていう、それが走り終わった直後に地図上にこう自分が走った痕跡が出るっていうのが結構こういいなっていうところと、あとまあ VO2 MAX が出たりとか、心拍数最大どれぐらいだったか、平均どれぐらいだったかっていうところで自分のコンディションも分かりやすく見れたので、トレーニングとしてもいいレベルで使えたなっていうのが思いました。この G スクワットプロを今後ずっと使い込んでいくっていう中で、そのデータを蓄積していけるっていうところはすごい魅力だと思うんですよね。アプリで管理できたりとか、同じルートを走った時に、あ、なんか前回は心拍こんなでこんな疲労状況だったけど今回全然余裕になってきてるなとか、こう自分でデータ化して管理していけるっていうのはトレーニングの効果としてもすごい重要なので、そういうデータ管理をこの時計一つでできるっていうのは最大の魅力かなと思いましたね。この今雨用のタイヤか、そしてこれ晴れ用のタイヤ、どっちかで今悩んでて、結構このままやんで晴れれば全然こっちでいいと思うんですけど、結構ぬかるんでるところが多いとこの泥はけのいいタイヤの方が調子いいんで、でもこっちにする、ネガティブな点としてはこぎとか転がりが重くなるんで、できればこっちでこぎ軽いまま行きたいと思います。あと2時間ぐらいでどれぐらい乾くかを待ってる感じです。試走した時とだいぶこういうコースの掘れ方が変わってきてる、そのラインの確認、思ったより乾いてるのと荒れてない、ちょっと雨用のタイヤにしちゃったからどう出るか走ってみてのお楽しみな感じです。本当に今その海外のレースで結果出すっていうのが一番の目標で、もうやっぱり日本で勝つっていうのは自分の中では当たり前にしていきたいですし、そこでやっぱりこうギリギリで勝つんじゃなくてダントツで勝てるように、やっぱその海外のエンデューロでも走り抜けるようなバイクのセッティングだったり、やっぱりその軽いタイヤを使って日本のコースだったら多分全然こと足りちゃうんですけど、やっぱその海外で走るためにそのダウンヒル用のタイヤをつけて、セッティングもそのダウンヒルでハードに乗れるセッティングにしてやるっていう、日本のレースも一個その海外のレースで結果出すための通過点みたいな感じで自分は取り組んでるので、正直朝ちょっと迷いがあったんですけど、タイヤのチョイスとかセッティングの部分とかも含めて、ただでも全体的にうまくまとめられて、タイム差も2位に6秒差っていうことで結構ぶち切れたんで良かったですね、はい、やっぱその海外でトップ30、次トップ10って入っていけるのが一番の目標なので、そこに向けて日々トレーニングと、日本でのレースも自分でその毎回レースごとに課題決めて実践して結果を見ていくっていうのが今自分が日本で取り組んでることで、やっぱ海外でまずは一発いい結果を出したいなっていうのが今続けている理由ですね。